もデンジャルス赤鬼ネアキマです。今日はねハロウィン以来のねちょっと全然笑ってもいいっすよはい、今日はねハロウィン以来の超真面目な企画をねやっていきたいと思います。この動画を最後まで見れば心が温まること間違いなし。はい、今日の企画っていうのはこの前ちょっと僕 YouTube 見てたんですけど、ミックさんっていうアメリカの高校生の人がホームレスに大量のハンバーグ配ってみたっていうのやってて、みたいな、自分より年下の高校生がこんな素晴らしいことをしてるんだっていうふうに思ったんで、今日は僕もやっちゃいたいと思います。というわけでね、ハンバーガー買ってきたんで、はい、というわけでね、ハンバーガー50個、こちらをね、街行く、まあ、ホームレスじゃなくてもね、まあ、食に困ってる人に対してね、こう配れたらね、いいかなと思うんで、今から行ってみたいと思います。というわけで今日はね、こちら、寿町にね、やってまいりました。まあ、実際寿町もうちょいあっちなんですけどね、ちょっと今からハンバーガー配ってね、ホームレスの人たちとかね、食に困ってる人たちをいい気分にね、させてあげたいと思います。ちょっとあっちの方ですね、あっちの方、そういう方がいるという情報がね入ってるんで行ってみます。ハンバーガー食べます？いいよ、開けます開けます。やばい、あーもう全然全然、1個でいいですか？2個くらいもらってく？あ、全然全然いいですよ。俺食べますよ、ハンバーガー。ねえ、うまいもんね。でもいい、そう、ハンバーガー配ってるんだ。今ハンバーガーを配ってるんで、お腹空いてる人も今買ってきたやつあったかいから。あ、でもね、一個でいい、もう一個もらう、もう一個、うん、もう一個ね、いいよ、頑張ってね、頑張って言いますよ、ハンバーガーね、そうそうそう、寒いでしょ、こんなところで。はい、どうも二つでいいの、みんなもう平気、頑張ってね。はい、他になんか困ってる人っていないか。はい、どうも。いや、いいっすね。ちなみに僕がマスクしてないのはコロナウイルスとかあるんですけど、やっぱその失礼なんで、やっぱ人にね、こうやって会うときにマスクしてたら、僕はマスクしないんですよね。そういうことです。ハンバーガー、ハンバーガー配るっていう活動をしてて、はい、そうだよ、俺いつもここ毎日掃除やってる。あ、そうなの。そうだよ、夜3回やろ、うん、もう12時から3時頃まで掃除する。いい、お金もらってんすか。もらってたよ、俺。いい、マジっすか。それ人いないよ、あんた3時からやるんだから。俺すごいっすね、寝る間は2時間だよ、毎日。そうだよ、ハンバーガー食べてくださいよ、うん、頑張って、もらってください、頑張ってください、うん、そういう人応援してるんで、うん、と、はい、俺もう毎日やっとるんだから、ここで。俺そうだから忙しいんだ、一日。いや、もうこういう人もいるんすね、やっぱり大変っす、ね、そうだよ、一日4回だよ、誰もやらへんよ。頑張ってください、え、頑張ってください、あなたみたいな人がおったら俺助かるよ。いや、気持ちいいわ。全然そんなことないっすよ。みんなみんな知らんかすんだから。ああ、まあね。そうだよ。何個やってもさ、見に来ちゃダメっすね、やっぱね。もう当たり前と思うとんだよ。汚すだけ汚してな。それもおらんのだから。もう私やって3年半だよ、ここ。え、こういうのやってんだ。うん。マジっすか。そうだよ。俺、下から一人でさ、もうやるの大変だよ。すごいっすね、やっぱ。頑張ってください。うん。あれっす。ああ いいことあと頼むで。俺もボランティアやけなんで、盛り上がらないんだよ。ありがとう。ありがとう。頑張ってくださいね。あざっ。俺から打たないけど、なんかあかんねん。いや、そんなことないですよ、本当に。あ、僕今、あの、ハンバーガーをね、そう、お腹空いて。優しいわね。全然そんなことないですよ。ありがとう。頑張ってくださいね。お友達の部分。ああ、全然いいっすよ。1個でいいっすか？もう1個で。もう1個ぐらい持ってく？うん。全然全然。みんなに配ってるから。嬉しいわ。そうそうそう。ね、いやもう全然、はい、お友達に分けてあげて、いやもう全然ボランティアで、あ、もうボランティアです、そんなお金なんかもらえないよ、そんなね、偉いわね、そんな、いやね、ここに袋がある、ああ、そういいことがあるんだって、こういう人が、あ、そうなんですか、私もこれ、あ、本当だ、大きくなっちゃったけど、ここの袋はすっごくいいんだって。へえー、よかった。だからもっともっと自信をつけてね、え、本当にいいことがあるんだってよ、はい、頑張ります。私みたいにこんなにも言うけどさ、いやもうそんなことないです、頑張ってください。この間育ってきました。だから嬉しくて。ああ、よかった。ねえ。ねえ。頑張ってください。ありがとう。あ、もう頑張って。どこまで帰るんですか？うわ、助かったわ。いや、もう全然。お菓子がないから。冷めちゃうから。はい、食べて。ご丁寧にありがとうございます。どうもどうも。まあ、嬉しい。どうも、ありがとうございます。
頑張ってね。あのハンバーガー配るっていう、こう活動してるんですけど、ハンバーガーまだあったかいから食べてください。食べないのよこの人。あ、食べたらいいよ、後でも食べれるから。ダメ、食べなくちゃダメ。怒ってるもん。食べないの。おじいちゃん食べて、元気出してね。じゃあいただきます。あ、どうも、はい、ありがとうございます。頑張ってください。すいません、はい、あ、そう、ありがとうございます。いや、みんないい人っすね、やっぱ。普段こうやって通ってるとうわーとかって思う人いるかもしれないけど、こうやって話してみると全然いい人っていますね、やっぱり。悪い人はいないっすね。いや、悪い人はいないっす、やっぱり。おこれやばくね、これメロンって書いてあるの。メロンの色じゃないでしょ、これ。飲んでみますね、これ。100円入れてきます。何が出てくるんだろう。バカメロン、バカ普通のメロンや。全然違うやん、これと。いただきます。なんか全然美味しくない。なんだこれ、炭酸ゼロ。あ、でも炭酸とは書いてないのか。そっか、すいません、なんか。僕あのお腹空いてる人にハンバーガーを配るって活動してるんですけど、お腹空いてますか。うん、よかった、食べてます。うん、お、全然いいっすよ、全然いいっすよ。1個でいいっすか。もうちょっと待ってね、お腹空いてるだけだから頑張ってください。うん、いや、もう今日始めた。今日っす。頑張ってほしいんで、頑張ってください。はい、どんどん行きましょう。ハンバーガー配るって活動してて、はい、ありがとう。俺今あそこのさ、プラザのとこ行ってよ。今日はこう配るのが中止になった。あー、炊き出しみたいな。え、うっそ。じゃあもうこれ食べてください。ありがとう。悪いな。ありがとう。わかるよ、もう全然。頑張ってください。頑張ってください。簡単ぐらいの買うたまにね。いや、もうそれはないですよ。頑張ってください。僕もあのお腹空いてる人にハンバーガーを配る。おー、いただきます。ね、あー、もう全然。じゃあどうぞどうぞ。はい、1個でいいか。1個でいいか。1個でいいか。じゃあ2個くらい。はい、切ります。ありがとうございます。いやー、もう全然。皆さん頑張ってください。これが本物です。頑張ってください。頑張ってくださいね。はい、もうちょっとなんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。じゃあ、今お腹空いてる人にハンバーガーをちょっと配るって、うん、いやー、もらってるんで、ちょっともらってください。もう一個くらいもらってます。ね、どうもありがとう。ギリギリあったかいんでね。どうもありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。はい、どうも。今お腹空いてる人にハンバーガーを配るって活動やってて。クリーンの？あ、あげます、あげます。あ、もうただ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 、もう全然お腹空いてる人にあげてるんで、もう一個ぐらいいりますね。頑張ってくださいね。はい、頑張ってください。どうも。はい、これあのね、これえハンバーガーもらったから。え、これくれんすか。え、ハンバーガーもらったから。あ、乾杯しましょうか。じゃあ、じゃあ乾杯っす。いただきました。はい、ありがとうございます。しみますね。お茶も乾杯。ブリーズ。いや、もう頑張ってくださいね。じゃあ頑張ってください。はい、いただきましたよ。ワンカップミニ効くなぁ。いや、でもね、やっぱおじいちゃんたちからいただいた大切なね、ワンカップなんで、ちゃんと全部飲みます。ありがとうございます。ありがとう、おじいちゃん。お腹空いてる人にあのハンバーガーを配るっていう活動やってて、よかったら食べてください、ハンバーガー。いります、ハンバーガー。おいしい。1個でいいか。1個でいいか。いいか。もう1個ぐらい。あ、ね、頑張ってくださいね。はい、お腹空いてます。あ、いいですね。ハンバーガー配ってるんですよ。 ありがとう。いや、もう全然頑張ってくださいね。はい、1個でいいか。はい、もう1つ、ね、もう1個ね、もらっていただきます。ありがとうございます。頑張ってください。すいません、ありがとう。いや、もうね、みんなお礼がね、ちゃんと言ってくれて、マジでね、気持ちいいっすね。やってる方もありがたみを知ってます。うん。あ、こんばんは。お腹空いてる人にあのハンバーガーを配るっていう活動やっ
望してくれたら、よかったら食べてください、ハンバーグ。ありがとうございます。はい、1個でいいですか？もう1個、これも最後なんで。ありがとうございます。はい、頑張ってくださいね。どこなんですか？教会？普通の人です。あれじゃないんだ、教会とか。ああ、全然そういうんじゃない、そういうんじゃない。ただのボランティア。珍しいっすね。よく言われます。頑張ってください。はい、頑張ってくださいね。はい。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい。これで配り終えました。50個配ってたんですよ、この辺で。100個ついたんじゃないですか。いやもうそんなことないっすよ、みんなに頑張ってほしいっす。ありがとうございます。書き出しは今日なかったからさ。あ、そうらしいっすね。書き出しないって聞いた時みんな困ってたでしょ。ちょうど明日明後日だからね、支給日が一番。あ、そうなんだ。お金がない時期だね。大変ですね。それ食べて頑張ってくださいね。ちょっと冷めちゃってるかもしれないけど。ありがとうございます。ごめんなさい、ね、いただきます。はい、ありがとうございます。配り終えました。いや意外と早かったですね。はい、というわけでね、なんと50個配り終わりました。いやね、何時間ぐらいですか？2時間ぐらい、2時間3時間ぐらいでね、全部配り終わって、で、まあ思ったのはね、やっぱりみんな話してみるとね、全然いい人たちばっかだし、普段自分たちがあの街とか歩いてて、そういう人がいた時にゴミを見るような目でね、見てる人も多分いると思うんですけど、話してみるとあんなにいい人たちだし、ホームレスの人たちっていうのもやりたくてなってるわけじゃないから、やっぱりそこはね、みんなの優しさをね、分けてあげれたら、目線一つでもね、変えてあげられたらいいと思ってますね。まあ僕もね、大学入ってバイトしてね、お金もらったりしてたんですけど、そのお金はまあ服とかね、あと友達と遊んだりとか飲み代とかにね消えてったんですけど、本当ハンバーガー50個なんて5500円だったんですけど、ほんの5500円だけでもね、人のために初めてね、大学入ってからお金使えたんだなって考えたら、ちょっと俺今嬉しいっす。まあ、これからね、なんかそういうのあったらまたねやっていこうと思うんで、この活動がいいと思ったらね、チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。最後にね、この動画をね、やるきっかけになったね、ニックさんにね、ありがとうございますと、そしてこれからもね、頑張りましょうということでね、それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。